静岡市の中心街では先ほどから全国のおでんを一堂に集めた恒例の静岡おでん祭りが始まりました。会場には堀アナウンサーがいます。堀さん。はい、こちら静岡市役所前の青葉シンボルロードです。こちらの顔はめパネル、学生の皆さんがすごく楽しそうにしていますよ。盛り上がってますね。はい、盛り上がってます。あのですね、先ほどから、日も落ちてきてだんだん寒くなってきたんですけれど、この肌寒さもおでんにとっていいスパイスですよね。今日から3日間静岡おでん祭り2024が開催されています。ちょっといい香りずっとしてますから、美味しそうなおでん近くで皆さん見てみましょう。こんばんは。失礼します。いや、もう湯気が立っていて、これぞ静岡おでんですよね。とっても賑わっていますよ。さあ、今年の静岡おでん祭りのテーマ、おでんだよ全員集合ということになっております。まあ、ポイントとしましては、過去最大の出店数です。県内からは48店舗、そして全国各地のご当地おでんも8店舗集まりました。コロナ禍を経て、ここおでんの聖地静岡にもにぎわいと活気が戻ってきています。さあ、今日午後4時から始まった静岡おでん祭り2024。黒いスープに黒はんぺん、静岡が誇るソウルフード静岡おでんをはじめ、全国各地のご当地おでんを楽しめるこちらのイベントでは、今年で18回目を迎えています。初日の今日は天候にも恵まれ、スタートと同時に多くの方がお目当ての店に詰めかけました。もう今日はあったかいんで、でもあったかいおでん最高です。おでんの子は何が好きですか？おでん何ですか？たくさんお店があって、非常に楽しいです。はい、その歴史をですね、こう振り返りながらですね、市民の皆さんと、出店者さんの皆さんがですね、おでんと一緒につながれて、そんな楽しい笑顔が作り出したらいいなと思っております。屋台おでんゾーンやご当地おでんゾーンがある中、こちらはファミリーおでんゾーンとなっています。こちらのブースでですね、皆さん購入したおでんを召し上がっていますよ。今日は3皿食べたけど、まだちょっと飲み足りないなとか、あとは高校の卒業式帰りで花束を持った状態でどのおでんにしようかななんていう学生さんも見られました。またですね、明日明後日は駄菓子の販売でしたり、またこちらのおでん型のけん玉で遊べるブースも開設されるということです。面白い。本当にご家族連れで皆さん楽しめるイベントとなっていますよ。スタジオのお二人は何のおでんが好きですか？はい、私井出は大根が大好きです。王道ですが大根いいですよね。私はやっぱり静岡、杉本さんどうですか？はい、静岡おでんの黒はんぺんにだし粉たっぷりかけて食べるのが好きです。はい、もうせっかくですからね、私もいただきたいと思います。こちら静岡おでんの小川さんです。こんばんは。こんばんは。こちらでもう本当に静岡の老舗有名な、失礼します、すみません、お客さんが美味しいおでん屋さんですよね。すみません、ちょっとおまけに失礼します。ありがとうございます。大根と牛すじを今日はご用意いただきました。だし粉もかけていただいて、あ、からし戻りましたよ。ありがとうございます。それですみません、熱々、すみません、失礼しました。召し上がってください。とっても美味しそうです。ちょっとね、食べられるブースがありますから、こちらに移動しまして、私も王道の大根いただきます。大きいですね。湯気が立ってます。いただきます。ハフハフして熱いですか？伝わりました。湯気が相当立ってましたからね。熱いですよね。すみません、生中継の良さが出てしまいました。やらしさが出てます。とってもやっぱり出汁がもうしみしみで美味しいです。
そして金沢おでんを販売しているブースがこちらに実はあるんですね、まあ、元日に能登半島の地震がありましたけれども、はい、数量限定で、まあ、金沢のご当地おでんも販売しているということです。こちらですね、有名な赤玉本店というお店の、まあ、お持ち帰り用のセットが販売されています。こちら皆さん中身ですね、具材は石川の有名な車麩という、おふもあります。美味しいお出汁たっぷり吸っています。こちら今日分は完売しているということです。売上は義援金になりますので、こちらも支援していきましょう。静岡おでん祭り、今日は午後9時まで、そして明日は午前10時から開催予定です。以上、中継でした。